いどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、皆さん少しだけですね、聞いてほしいんですけど、今日のこのトロールコースでトロールコースの再生リストが99件になりました。っていうことはですよ、次のトロールコースで100件になるんです。いや、もうそんだけなんだけど。まあそんだけなんだけど、再生リストがですね100件いったからといって、特に何をするわけでもなく、ただそれを伝えたかっただけなんですよ。ということで今日のこのコース、ペテルギウスさんのコースなんですけど、 YouTube だったかな、それか Twitter だったかちょっと忘れたんですけど、このコースのですねクリアのやり方がわからないってコメントが来てたんですよ。ということで早速やっていきましょう。クリア率はね 0.29%、 相当難しいですよね。前回の 0.15%、 あのカロンの甲羅でね右に進むだけのやつもめっちゃ難しかったんですけど。これ前にも似たようなんしたね。ちょっと最初からやり直していい？これですね、ダッシュしてヒップドロップして、ヒップドロップキャンセルをすれば土管に入れるんですよ。ただし土管の真下でやらなくちゃいけないっていうことなんですよね。それちょっとだけ見ててね、いくよ。ということですね、こんな感じです。待って待って、まだなんかあんの、ずれ、どこどこ。なんかあんの、うわ、2回しろってことこれ、嘘でしょ、マジかよ。1回目結構かっこよく早く決まったと思ったんだけどな。いや決めるよ、もうここまで来たら2回連続でも何回でも決めてやろう。ただね、2回目の方が意外と簡単そうじゃなかった？あのバネを利用していけるって感じでしょ。よし、あと1回だね。この P を踏んで速攻で行く感じか。行くよ、ほい。むずっけ。1回逃げよっか、ほい、逃げます。そしてここで今いけたと思った、絶対いけたと思った。いやもう嫌だ、もうこのコース嫌だ。カットしてるけど結構やってんだよ。なんかヒップドロップすらできんくなったし、なんかコースから出たし、もう黙っていいかな。もうクリアするまで黙っていいかな。この1個目はね、崖ギリギリ、崖っぷちのところでジャンプすれば意外と簡単にいけるんだよね。問題はこっからなんだよね。やっぱバネ使った方がいいね。やった、来た。これでこれでしょ。いやー待って、危ねー。コントローラー離してた。全然やり方分かっても簡単じゃないからね。皆さんやる方はですね、ぜひ気をつけてください。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、グリムトロールバブラスハウスオブラル。言えたかな。まあ言えたか言えてないかどっちでもいいんですけど、これを日本語に訳すとですね、バカ野郎、その家はグリムとアブラスの騙しの家だ。全然意味わかんないですね。まあ説明文もね、長ったらしい英文なんで、もう翻訳ついてほしくない？もう次のスーパーマリオメーカー3で翻訳ついてほしいんですけど、私。さあ、これは初見殺しではまずないとは思うんですよ。とりあえず最初にこのボム兵を持って右を壊す、そして右に行く感じと見せかけて、この土管なんじゃないの、今の右の土管怪しくない？左か、うわどうしよう。ここはバネを持ってすぐ左に行って、上に行ってみましょう。いけるはず、はい、いけたね。でここは右に走ってダッシュしていくよ。ドスは襲ってこないからね。襲ってくるんかい。ここ怪しくない、この土管、ほら入れた、こっち正解パターンあるよ。イエーイ、じゃあここ一旦さ、バネ持って鍵を持った瞬間左に行ってみようか、こうこういう感じ。それじゃあよ、ドッスンを左に持ってこさせておいて、この鍵の位置に戻ればいい、そんな感じでしょ。ほら来た。でもここはどうすればいいんだろう、下行けないよ。ちょっと待って、ガモンちょっとどいてて。なるほど、ドッスンが来るのね。いやどうしようもないやんか、こんなの落ちるしかないやんかーい。それじゃあよ、この下のドッスンを一旦左に来させておくでしょ、そんで上に行ってこのドッスンを左に来させる、そして下のブロックを壊して左に行けるパターンだね。いけるかこれは、いけるよね、これはさすがにいけるよね。あーいやペンちゃんちょっと実況中だからちょっとどいててくれる。
マリオに聞い取られてんのかな。ちょっとマリオ見てる感じがするんだよね、てんちゃんが。大丈夫？ちょっと見えない。ちょっとてんちゃん見えない。こっち見なくていいから。ちょっとバネ隠れてんじゃんそこ。それじゃあここまでは合ってると思うんだよね。こっから下に行ってキラーから出てくる魚を避ける。これでいいんじゃないの。でもドア塞がれてるよね。ピーヨンがなくなったら下に行くのかな。花。じゃあここは魚も花も避けないかんね。なんでここで一旦捕まっておいて、ピーヨンがなくなったら下に行こう。ハナちゃんがね、左上から襲ってくるんだよね。あのハナちゃん避けます。行きます。ほい、でジャンプ。あ、これで合ってる。危ねえ。今ギリギリだね。ナイス反射神経。そして中間ポイントが取れました。今日の中間ポイント早いね。ここはオンオフをしなきゃいけないんでしょきっと。一旦しないでここまで行ってみる。右下怪しいのよね。多分あの右下で死に耐久か何かに連れて行かれると思うんだよな。ね、これひどくない。こっち何。コインコインコイン。なんだよコインって。何よこれ。それじゃあここはね、一旦オンオフをしてこの場所にとどまっておく。それで大丈夫で、ジャンプ。早すぎた。次はきっちりリズムに乗っていこう。あの神の甲羅がオンオフを変えるときに右に渡ります。ここここここ。なんで最後変えられるの。この左上のこれ怪しくない。何これ。何ですかねあれ。あれは何の意味があるんですかね。なるほど、そうやってずっとオンオフを変え続けてくれる感じかな。だから一旦このトゲゾを出しておいてオンオフをする。そんで今違う。ちょっと皆さん申し訳ありません。普通にジャンプしてオンオフできることが分かりました。視野が狭いんです私。たまに視野狭くなるんです。ここで普通にオンオフして右上に行ける感じだね。そしてここでボム兵が出てくるんでしょ。そういう感じだね。そしてここでブロックを壊して土管に入る。でもなんか出る。うわ待って、で次呼んでねえよ犬。これボム兵さ、下の矢印の方に連れて行かなきゃいけないんじゃないの。そうだよねきっと。このブロックは何もないのか。じゃあ一旦このボム兵を右のブロックのところでやります。ちょっと噛んだけどこれで合ってる。いやん。それじゃあボム兵は右下で合ってたね。で下に行った時にね、左下のこのザボンだったっけ、こいつがやられるんだよね。でこのまま右よーい。いや甲羅飛ばしてくる系ずるいよね。じゃあここで甲羅かぶっていこう。こういう感じ。そしてこのまま右ジャンプジャンプ。ほら来た。でこの甲羅をかぶっていくのが正解だと思うんですよね。さあ行きましょう。今なんか当たったような気がするけど、じゃあこのまんまドアに入って次に進みます。左下のドアは気になるんですけどね。今甲羅蹴っちゃったな。青の土管か緑の土管か。左なんか書いてるね。あ、どうせメットをかぶっていかなきゃいけないんだね。じゃあ青の土管、こっちが正解でしょ。なんで。ねえ、あ、戻れるんじゃないこっち。ワンチャンあるよ。やった。で緑のドカン今度行ってみようか。左のドアもめっちゃ気になったんですけどね。合ってる合ってる、絶対合ってる。こっち。取らして、取らしてよ中間を。どっか行っても落とす。何この。何この。死に耐久ですかここは。死に耐久じゃないんですか。常に上にやってって、ドス上にやってってなんかある感じですかね。ねえ、このままどうせやられるだけでしょ。自滅するだけなんでしょ。長いって何もないやんか。スターあるよ。スター取ってみようか。取ったらダメ。もうオンオフ変わんないから。ねえ、なるほど、これスターを避けるって感じ。うわ、むずっげえここ。大丈夫、ここに寄っておいたら大丈夫。ちょっと本気出すね。無言になるよ。おりゃー、頼む。どこ、このこのスターよけマジむずいかもしんない。どこ次、ここ、もうやめて。スター、味方でしょ本来なら。なんでそんなことばっかすんのいつも。あ、挟まれてやられました。
ラッキー。もう最初からメット取っていかない方がいいね。なんでここで一旦当ててもらおう。でこの状態でいったらいいんじゃないの。そういう感じでしょ。よしよしよし、これで中間ポイント、第二の中間ポイントが取れます。で上合ってるでしょ、これで合ってるでしょ。さあドス降りてきて、きた。ありがてえ。そんで右か左か、右行こっか。多分こっちがね正解だと思うんですよね。右しかないね。なんか動いてる感やばくない？上に行ってる感するくない？ちょっとこの家、それじゃあこの土管入っていきます。なんでこれ、じゃあ左行けって感じかな。この土管入って行ってみるね。あ、こっちっぽい。そしてゴールがあるよ。なんか勝ちブロックあるんじゃないの。なんもないね。あ、なるほど。よし、それじゃあここは砲台の上にジャンプするでしょ。でもう一回ジャンプで、この隠しブロックは何、ダブルか。それじゃあこれ右渡れんのかな。右はこの雲は渡れないよね。どうしよう、ジャンプ、ここジャンプしていくみたいな。あ、いけんじゃん。ゴールできたやん。できてないやん。マジかよ、絶対ゴールできたと思ったな。じゃあこの赤い土管入って、まだ続きがあるって感じでしょ。めんどくせ。超めんどくせ。うわ、またスター避ける感じじゃんか。これ今度スター出すぎじゃないですかね。ちょっとなんか砲台まで出てきてるしさ、右の多すぎじゃないですかね、このスターの数。オープンブロック出てきてくれるんでしょ、頼む、出てきて。オープンブロック、左下から出てきてくれるのを待ってるよ。早く出てこんかい。こんなの避けるの無理やんか。あ、上行ける上行ける、こっちでブロックで壊してゴール、ありがて。全然気づかんかった。いや、よかった。上の土管なんだろうね。なんかいろいろね、まだ行ってないところがねたくさんあって気になるところが多いんですけれども、無事ゴールできました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあさっきのトロールですね、思いのほか短かったんで、このコースやっていきたいと思います。ショートヒューズフットボール、これ説明文にですね6つの部屋があるって書いてるんですよね。このマリオメーカーでサッカーボールができるんじゃないかなってね、そう思ってるんですけどね。さあどうなんでしょう。それじゃあ早速やっていきますか。全然サッカーっぽくないな。ボム兵を踏めってことかな、これとりあえずボム兵を踏んで。どういうこと、ボム兵をどんどん右にやれって感じかな。それじゃあここはまずボム兵蹴るでしょ、でさらにもう一回蹴らないけないみたいな感じだね。あ、そういうことか。そして次はボム兵を叩いたらね、きっとここに来る、それを蹴る感じ、そういう感じでしょ。なかなか今の上手かったんじゃないの。今日ロナウニーニョになれるよ。これは上に行く感じか、こっちで合ってんの、大丈夫で、ここで踏んでどうするの、もう一回下に行けみたいな。え、待って、これどんどん上にやるパターンじゃないの。え、今のどうやってやるんだろうね。先にねこのハテナブロックを叩くことは間違いないと思うんですよ。そんでこのボム兵を踏んで右どんどん、いや違うの、多分やり方が違うんだろうね。あ、上に行ったよ、なんか上に来ました。こっちで合ってたんじゃないの。そんでこのドアに入る、これが正解でしょ。あ、ここでオートスクロールか、なるほど、オートスクロールでどんどん進めっていう感じで右。難しいぞ、なかなか難しいぞ。ここなんかねコインがあるんだよね、ほらここで蹴れっていう感じだろうね。それさえ分かればもう楽勝。いや違うんだって、そんなに早く来るとは思わなかったんだって。じゃあここは早めに来るからね、ここはよし、でどっち、左でしょ、でなんでそれじゃあここはねすぐ右にボム兵やるでしょ、そんですぐ左に蹴る、そんでこのブロックに乗って、こいつは右でいいね、こっちで大丈夫、そしてここは左か、こっちオッケーで右、うまい。これは何、鍵か、もうゴールっていう感じかな。じゃあこのオンオフは、うわ
待って、これ何？こい、意味ない。待って、上、右、そしてここは多分右で大丈夫。多分どっちも一緒のね場所に出るとは思うんだけど、これでゴールかな。うわ、ゴールさせてくんねえか。てかさっきと一緒じゃんか、ここ。え、このオンオフ叩いてみようか。オフじゃねえ、待って、わかんないって。これただ戻ってきただけだね。じゃあここは一旦左にやって、なるほど、でもう一回右に蹴るのか。じゃあここ意味なくない？ここ何の意味があんの？ちょっと一旦スタートからやり直していい？あの鍵必要ないでしょきっと。よし、それじゃあ鍵を持ってない状態でここまで来たんですけど、鍵を持ってない状態で進んでってみよっか。多分あの鍵意味ないと思うんだよな。じゃあここは左に蹴って、右に蹴って、右に蹴って、ここでジャンプ。そう、うわ違うの。あ、一回左に戻る感じね。トロールだね。第2弾トロールみたいな感じだね。ちょっとなんかさっきのさ、氷のステージみたいなところ絶対意味ないと思うしさ、あれ絶対意味ないでしょ。ただやらされただけでしょあれ。じゃあここは左に蹴って、右に蹴って、ここで一回左に戻る、そういう感じだね。で右に渡る、うまい。でここで中間ポイントか。さあここはどういう感じだろうね。下にコインがあるから一旦下に行ってみる。このボム兵をね右にやることは間違いないと思うんだよね。なんでここでバネに乗せておいて右に蹴る。そうで、もう一回右で、もう一回右。うーわ、相当早くやるな、無理だね。そんじゃ次めっちゃ早く行ってみるで、いくよ。ほいほい、でこのまま右に蹴る、うまい。ドリブルうますぎ。でこのままジャンプして渡れる感じだね。いや、まだあんの？もうそろそろゴールでいいんだけどな。一旦じゃあここしゃがんで右に行ってみようか。でこのまんま、あ、やべえ。そのバネいるでしょ、絶対いるでしょ。このバネをどうするかなんだよね。一旦こっから投げてみようか。ほっ、わかった、ここで上から踏むんだよきっと。いくよ、こっから踏みます。そしたらバネが来てビヨン来た。でもう一回蹴る、いけ。ああ。それじゃあ超早く行くよ。ほっ、でこっから下に行って、右に行って、また左に行って、下に降りて登る。これでいけるでしょ、まだあんの。もういいって。うわ、ここは最後どうするんだろう。叩いて多分ここに投げる感じだね、うまい具合に。そんでボム兵をバネに跳ねさせる。おい、来た、来たんじゃないのこれ。いや、ちょっと。右上にやらないけんのか。よし、それじゃあ次こそ成功させるよ。ここで叩いて投げる、で蹴る、でもう一回蹴る、蹴る、よし、オッケーオッケー、これでゴールでしょ。ゴールっぽいよ。やった。一気圧はいらないんだよな。それじゃあゴールしますか。ありがてえ、なんだこの最後にちょっとむずけえの持ってきやがって。右からコールできるけど、いや私上から行きます。さあ行きます。あもったいねえ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。